来月開催される予定だった第30回定禅寺ストリートジャズフェスティバルの中止が決まりました。去年に引き続き2年連続です。仙台の秋の風物詩定禅寺ジャズフェスは来月11、12日の2日間、感染対策を徹底し規模を縮小した上で高等大公園や西公園など6つのステージに限定し開催する予定でした。主催者によりますと、感染拡大に伴うまん延防止等重点措置の適用期間と重なったことから、イベントの開催について市民の理解が得難いとして今日中止を決定したということです。ジャズフェスの中止は去年に引き続き2年連続です。主催者によりますと、来月11日オンライン企画を予定していて、バンドの演奏動画を公式 YouTube チャンネルで配信するということです。